はい、皆さんこんにちは。今回はですね、前回言っていた、例のディオラマですねのベースにするために100均でいろいろ買ってきました。ベースがですね、一応2種類買ってきたんですけど、まあフォトフレームですね、まあ、これ枠がすごいかっこよかったんで買ってきたんですが、ちょっと開けてみますかね。まあ、フォトフレームですね。見えますかね。こうなんかこうね、斜めにこうなってて、でプラスチックなんでね、塗装しようと思ったらできますんでいいかなと思って買ってきました。こっちはね、木の枠ですね。でまあこれがこっちがちょっとちっちゃかった時のためにちょっと大きいの買ってきました。まあこれはなんかここがブリキ風ですかねになってるやつですね。で、カラー粘土、紙粘土、軽いって書いてあるんで、これちょっと3つほど買ってきました。あとはね、そのまあ、木工用ボンドも買ってきたんですが、これ水と混ぜる用のカップとか、まあ、これをちょっと芯にしたりとかもするかもしれませんが、おしゃれな紙コップで、まあレジンはね、もっといっぱい買ってきてるんですが、まあ、クリア系のレジンを買ってきました。で紙粘土混ぜるようにこのグデ玉、私グデ玉が大好きなので、グデ玉のバター塗りやすいですかね、これを買ってきました。あとは、まあ、バークチップですね、まあ、岩とかを表現するようにバークチップを買ってきて、まあ、うちのお店の外にですねお砂がいっぱいありますので、砂をかけた時にこの木工ボンドを溶いてシャバシャバにして、こう砂をこう固定させるために使うスポイトですね。あとはいるかどうかわかんないですけど、一応アルミの針金も買ってきました。こんな感じですかね。で、このサイズでできればいいんですけども、ちょっとちっちゃいかな。どうですかね、もっとちっちゃいですかね。こっちにしましょうかね。この木の枠のなるべくこのなんかおしゃれな枠のやつ使いたかったんですけど、こっちの木の枠のにしますかね。サイズ的にはこっちですね。これまたこっちは違う時に使いましょうかね。じゃあちょっとこの上で、こういうこの人たちを動かす台ですね、作っていきたいと思います。ではですね、これそのままねこうやって乗せていくと、まあ横から見ると、まあ、動きが少なくなってしまうんで、ディオラマ作るときはもう高低差、こういう感じですね。こう地面があって、こう高低差をこうやってつけてあげると迫力が出ますんで、まずこれに枠を作っていきます。まあ、こういう感じですね。枠でこう作って、その中にいろいろ、まあ、粘土であったりとか、まあ、レジンで水表現したりとかもしていきたいと思うので、まず枠作りしていきます。で枠作りするときにですね、まあ一番簡単なのはやっぱプラ板ですね。でプラ板をだいたい適当な感じで、じゃあ5センチで切りましょうかと。これだいたいでいいんですけどね。
センチというよりは50ミリって言った方がいいかもしれないですね。印をつけておいて、で、こういうやつですね、こう切る用の定規というかアルミ定規ですね。もう本当に大体でいいんで、大体こうやってつけて、ここの幅がですね、5センチにずっとなっといてくれた方が作業しやすいんで、この定規の後ろにこういう差し金っていうのをこう、この方がいいかな、当てて、この面に対する直角をこう出しとくと、で、この差し金とこのこいつをこうぴったりくっつけとくと、この幅がまあ大体5センチでいきますよという感じですね。こんな感じですかね。一回で切ろうとするとね、何回かに向けてこうやって筋を入れてあげる作業をしとくと、プラバンだと作業しやすいというのは、まあ、筋が入るともうちょっと筋してみましょうか。いけるかな、ちょっとやってみましょうか。こうやって持っていくと折れますんで、筋入れてるとこういう感じですね。で、5センチの、まあ、枠ですね、できますんで、こうやってプラバン加工すると楽ですね。枠つけていきましょう。はい、枠できました。私はね、ディオラマ作るときは普通というか、すごく上手な人たちはね、ここをマスキングして、で、まあここをこう筆で塗ったりとか、まあ、ガンで塗ったりとかするんですけど、私もめんどくさいので、こうやって枠組み作ってしまったら、こういう補強を入れてね、ここをこうガタガタって切ってある反対側ですね、これとかこれとかをここに合わせて切って、またここの補強ですね、角の補強を入れたりとか、まあこれ切って余ったんで、まあ補強また入れてますけど、こうやってやるとね、この枠自体が強くなって、作業するときにね、楽になりますんで。で、ここぴったり作っておくとね、これまあこうやって落ちませんが、ぴったり作ってるんで、抜くことができるんですね、こうやって。で、まあぴったり作っとかないと、まあ出来上がった時にね、こことか隙間、こうこれとこれの隙間あるとちょっと格好悪いんでですね、こうやって作るとまあ簡単にこれだけで塗装できるので、まあ楽かなと。で、これをまあガンでも何でもいいですけど、カースプレーでも何でもいいですけど、こうシューって拭くとね、ムラなく仕上がりますんで、簡単に枠ができます。で、塗装したらね、またこうやってはめてしまえば、ね、落ちないでね。で、こう枠できたら、中にまあこれまあだいぶ前に買った100均のレンガ風のスポンジじゃない、発泡スチロールですけども、まあ、切ってね、この土台にしたりとかして、まあ粘土の使う量をちょっと少なくして、ベース自体を軽く仕上げるっていうことをやっていこうかなと思うんですが、ちょっと時間見たらね、だいぶまた経ってますんで、今回はじゃあまあここまでということで、まあ外枠がちょっとできましたよっていう動画でした。この続きはね、また次回から上げていきたいと思いますので、よかったら見てください。では、この動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、Twitter のフォローをよろしくお願いします。それでは、さよなら。